どうも、こんにちは。ギター講師のヒデです。今回はですね、一般的にギターのコードはですね、大まかに分けますと、まあ、メジャーのコードと、あとマイナーのコードって分かれてるんですけども、それのまずは本当、まずギター初心者の頃にですね、よく出てくるのが、まあ、まずは最初はメジャーコードから紹介していきたいと思います。で、今回もですね、メジャーコードの、コードフォームをですね、複数何パターンか紹介していきたいと思うんですけども、まずは、まあ、キー C メジャーで考えまして、単純にこの C のコードから紹介していきたいと思うんですけども、まず5弦ルートの、5弦3フレットのルートの C メジャーコードを、2パターン紹介しまして、かつ、あとは6弦ルートの C ですね。なので、6弦で言えば8フレットのコード、8フレットから始まる C のコードをですね、合計2つ。なので、全部で4パターンのですね、コードフォームを紹介していきたいと思います。で、まずはですね、まあ、すごいですね、ギター初心者の頃に、まあ、本当、多分一番最初に覚えるんじゃないかっていうコードがですね、この開放弦を使った、まあ、この C のコードがあると思うんですけども、まあ、いわゆるオープンコードっていうやつになるんですけども、これの C のコードをまず紹介したいと思います。で、これどうやって押さえてるのかと言いますと、まずですね、6弦は音が鳴らないように親指とかで軽く触れておいてもらって、で5弦のですね3フレットを薬指で押さえてます。で4弦の2フレットをですね、中指で押さえてます。で3弦は開放弦なので何も押さえない状態で開放弦が鳴ってる状態にしてください。で2弦の1フレットを人差し指で押さえます。で最後に1弦は開放弦なのでそのままで大丈夫です。でこれが C です。これ一番オーソドックスな C メジャーのコードになります。で次に紹介するのがですね、まあ、同じこのルートはですね5弦の3フレットなんですが、もう一つのコードが C がありまして、このパターンですね、このパターンもすごいよく出てくると思うんですけども、押さえ方はですね5弦の3フレットを人差し指で押さえます。で次に、4弦3弦2弦に関してはこの薬指でバレーコードで全て寝かして押さえてます。なので、まあ、4弦の5フレット3弦の5フレット2弦の5フレットをこの3つの和音はですね全て薬指をバレーコードで押さえてます。で1弦はですね鳴らないようにこの人差し指で軽く触れる程度にしておいてください。これがもう一つの5弦ルートの C のコードになります。で次はですねこの6弦ルートの C のメジャーコードを紹介したいと思うんですけども、なので8フレットですね。まずはこっちのパターンを紹介したいと思います。多分ですねこのコードのフォームはあんまりギター初心者の頃に押さえないパターンだと思うんですけども、まあ、いくつかフォームを知っておく最初から知っておくと便利なので、これもまずは紹介させていただきたいと思います。どうやって押さえてるのかって言いますと、最初にですね6弦の8フレットを小指で押さえます。で次に5弦の7フレットを薬指で押さえます。であとは4、3、2弦に関しては人差し指でバレーコードで押さえてます。人差し指で4弦の5フレット3弦の5フレット2弦の5フレットで1弦は鳴らないようにですね、人差し指で軽く浮かせる感じでやってください。なので6弦、5弦、4、3、2、これが、C の6弦ルートの一つのパターンになります。で多分6弦ルートの C のメジャーコードで一般的なのはこのパターンだと思うんですけども、どうやって押さえてるのかって言いますと、まず人差し指で、バレーコード、8フレットを全部バレーコードします。で、バレーコードで押さえたものに関して、6弦が人差し指で8フレット、で、
5弦の10フレットをこれ薬指ですね。で4弦の10フレットを小指で押さえます。で3弦の9フレットを中指で押さえます。であとは2弦と1弦の8フレットは人差し指のバレーコードで押さえています。6、5、4、3、2、1、これが多分6弦ルートの C コードと一般的な押さえ方になっているかと思います。なので5弦ルートの場合ですと C メジャーコード、 C メジャーコードで、ギターのですね、ピアノとかと違って簡単なところはですね、まあ、鍵盤楽器の場合はちょっと難しいんですけども、ギターの場合は単純に同じコードフォームを横に平行移動してルート音を変えてしまえば、これが今 C のコードなんですけども、これを平行移動して、まあ、2フレット分上げてしまうと、これで単純に D のメジャーコードになりますし、さらに1音上げると E のメジャーコードになります。なので、6弦ルートの場合も、例えばこっちのパターンの C メジャーコードを押さえた時に、これをコードを、A のルートを5フレットのところに持っていけば、これで A メジャーコードになりますし、 B のところに持っていけば B メジャーコードになります。こっちのパターンも同じく、この C メジャーコードを単純にまた1音上げて10フレットのところまで持っていくと D のメジャーコードになります。でこちらのですね、C の開放弦を使った C メジャーコードの場合はどうすればいいのかって言いますと、これもですね単純にからくり簡単でして、今こうやって薬指、中指、人差し指って押さえてるんですけども、これをですね順番を小指、5弦の3フレット小指、4弦の2フレットを薬指で押さえます。で開放弦はそのまま、3弦の開放弦はそのままで、で2弦の1フレットを中指で押さえます。で人差し指を空いてる状態にして、単純にこれ、響きは全く同じなんですけども、指の押さえてる場所を変えたんですね。でこれを単純にこのまま平行移動して D のところに持っていって、で開放弦のところっていうのは今まで本当ならこの0フレットのところをこうやって人差し指でバレーしてるようなイメージだったんですね。それを D のところまで持っていった場合に、この空いてるここの3弦の2フレットとあと1弦の1フレットをバレーコードする感じにすると D のメジャーコードになります。なのでフレットで言いますと D の場合ですと5弦の5フレット、4弦の4フレット、3弦の2フレットで2弦の3フレットで1弦の2フレット、これが D になります。でこのまままた平行移動すれば E になりますし、 F、G、A、B でまた1オクターブ上の C っていう風にできます。なので単純にこれもですね、平行移動するだけでコードはですねまあ、無数に作れますので、まあ、まずはですね5弦ルートと6弦ルートのメジャーコードをですね、今回は紹介させていただきました。今回もですね最後まで聞いていただきましてありがとうございました。次回はですね、4弦と3弦のメジャーコードのフォームを紹介していきたいと思います。次回の動画も楽しみにして待っていてください。ありがとうございました。